小さな逃亡者は、1953年に、アメリカ合衆国で公開されたモノクロエ映画。ウクライナ系移民の子であるレアシュレイ、本名、レーモンド・アブラシュキンが、低予算で、無名の素人を使い、ドキュメント風の撮影法を駆使して、少年の自然な姿を映し出し、後のフランスのヌーベルバーグに、大きな影響を与えた。7歳のジョイは、母親と兄との3人暮らし、 ある日母親は祖母の看病に一晩泊りがけで出かけ、二人は留守番させられる。空気中で遊んでいた時兄は服にケチャップをつけ、ジョイに撃たれて死んだ真似をする。本当に殺してしまったと思い込んだジョイは母親が置いていった金を全部懐に入れて街の中を奉公する。コニーアイランドに着いたジョイは菓子を買い、乗り物に乗って有金を使い果たす。 ある少年に海岸に捨てられている空き瓶を拾い集めて小金に交換することを教えてもらい、その金を使って気に入った小馬に乗り、金がなくなっては瓶を集めて小馬に乗ることを繰り返す。翌朝、不審に思った小馬の飼い主が家に連絡を取り、兄が連れ戻しにやってくる。大雨になり、人混みのなくなった中、ぽつんと一人いる弟が見つかる。帰ってきた母親は、 テレビを見て騒いでいる。いつも通りの兄弟を見出す。ありがとうございます。